ちょっとギター壊れたでおい、どうしましょう。いや、早速修理出した方がいいと思う。大丈夫ですかギター。早速修理ですね。なあ、はい、えらいことありすぎましたから。すごいですけれども、すいません、本当にもう何を言っていいか分からないです。興奮状態ですか。いや、もうしんどいです。しんどい。もう早く帰って海鮮丼食べたいです。もうちょっと待ってください。関西出身なんでしょ。え、関西じゃないの。うん、まあ、はい、そうですね。歌がねなんか、まあ、初対面だし。いや、置いてるから、お前。あ、そうだ。あ、ちょっと人見知りなんで。あ、そう、そこら辺はあんまし。じゃあ、いくつなの。あ、聞きたい。いくつなんだろう。年とかはいくつなの。え、誰に聞いてるの。後ろ誰か。難しいなぁ。つんくさんとの関係が、なんだか深いようで。だからね、ね、初めて買ったギターが、なんだか、はい、そうですね、ね、シャランキューの畑さんモデル。楽器屋さんで、まあ派手なんがいいと思って、てかもう一発見たら分かるんですよね。畑って、いや、目立ってるっていうか浮いてたに近い。楽器屋でな、うんうん、これかなーって。偉いなー、嬉しい、うん、はい、なるほど、こうやってくれて嬉しいですね。で、結局その、うんうん、畑さんモデルとは知らないまま、うん、あ、そうなん、それはシンプル、逆にいいよね。そうなんですけど、ある日テレビをつけると俺と一緒やん。いやいや、逆やな。そう、逆やな。確かっていうと君が勝ったやな。そうですけど、うん、でも結構それで練習したやん。じゃあしましたね、はい。なるほど。ずるい女とか、おお、弾いてくれてたやん。はい、ダブルベッドとか。いや、シングルベッドやから。今日はギター壊れてしまいましたけども。はい、すいません、ね、はい、でもまあこれからもこの雅、うん、この新しいこの次のね世代にバシッとしていくと思うので、はい、期待しております。はい、ね、今日北海道まで来てくれました。どうもありがとう、うん、ありがとうございました。Thank you!